写真袋は写真や動画を共有することができる携帯情報端末向けアプリである。2012年1月25日にカヤックがリリースし、2013年10月31日にエカストへ運営が譲渡された。2016年2月29日にサービスを終了した。アンドロイドよび iOS に対応していた。アップロード側は 写真や動画をアップロードする際に合言葉を設定し、ダウンロード側は合言葉を入力し、ダウンロードを行う。動画共有機能は iOS 版に限ってのことであるが、Android にも対応が予定されている。アップロードした写真は一定の時間を限って保存される。保存は一定期間は無料であるが、無料期間経過後も一定期間内であれば課金により、 写真を保存、公開できる期限を延長でき、この課金による収益がアプリのビジネスモデルとなっている。ユーザー登録やログインの必要は一切なく手軽に使うことができた。一方、合言葉が一致すると誰でもダウンロードできてしまうほか、通常の画像掲示板には掲載できない画像をルフ、させるなど、本来の目的に合致しない利用が見られた。年月、 自動ポルノが配布されていることを知りながら対策を怠り公然陳列を手助けしたとして運営会社のエカストの社長が逮捕された。2015年11月30日運営会社のエカストは会社の解散を発表した。2016年1月7日エカストは同年2月29日付で写真袋のサービスを停止することを発表した。 エカストは写真袋とは別の画像共有アプリ、写真箱も運営していたが、2016年2月8日、今度は写真箱アプリの自動売春、ポルノ禁止法違反容疑で、再び社長が逮捕された。社長は、その後起訴され、2017年5月16日に1、審で有罪判決を受けた。ABCD、写真袋、iOS。 アンドロイド版サービス終了のお知らせ。株式会社エカスト。2016年7月6日。時点のオリジナルよりアーカイブ。2018年1月5日閲覧。ABCD。合言葉で写真が共有できる。写真袋動画共有も可能に。アンドロイド版アプリも登場。IT メディアモバイル。IT メディア。2013年11月19日閲覧。 写真共有アプリ、写真袋の譲渡に関するお知らせ、面白法人カヤック、カヤック、2015年11月5日閲覧、写真袋から写真を送る、動画も送れる、画像、写メを交換共有、簡単シェア、iTunes Store、2013年11月19日閲覧、ABC、プライベート写真を盗み見できる 写真共有アプリ、写真袋のエロ目的ユーザーが激増中。EX ドロイド、マイクロコンテンツ、2014年9月11日閲覧。自動ポルノ画像を放置の疑い共有アプリ社長逮捕。日本経済新聞電子版。httpwww. 日経 .com、アーティクル、ジャックスラソ93647130。 V01C15A1CC0002016 年12月30日、閲覧。重要なお知らせ。株式会社エカスト。2016年7月4日。時点のオリジナルよりアーカイブ。2018年1月5日閲覧。写真箱社長ら7人逮捕児童ポルの公開疑い。産経新聞。 http://www.sanki.com/.affairs/.news/.160208/.afr1602080025-n1.html2018 年1月5日閲覧。古田弘也。自動ポルノを閲覧化にした罪アプリ会社の元社長に有罪。朝日新聞。 2017年5月16日時点のオリジナルよりアーカイブ2018年12月18日閲覧ありがとうございます。